イケメンズキッチン、よろしくお願いします。お願いします。さあ来てくれましたしんちゃんです、はい、お料理を紹介してくれるのは料理研究家さらに秋元康さんプロデュース、はい、昭和で歌手活動もしている寺田慎二郎さんです。お願いします。もう毎日ポカポカ出てる人いや僕も信じられないです、はい、今日ちょっとだって一番ね、はい、あのファンの方来ましたもんね。そうですね、お休み日でしたので247人の方が来てくださいました。ありがとうございます、うん、今日はちょっとお休みをしてそちらの方に来てますね。ポカポカよりもリフレッシュみたいなので、ね、ありがとうございます。なんと、はい、メンバーの皆さんからメッセージが来てるんだって、そうなんです。知らなかったですよ。ちょっとご覧ください。リフレッシュをご覧の皆さん、リストットのこんにちは、ショウです。ヤッホー寺田さん、ちゃんとやってる、頑張ってる先生ちゃんと噛んでますかということで、リフレッシュをご覧の皆様、はい、この後のポカポカお昼からですね、はい、僕たちの生歌唱君の王子様、はい、五輪バージョンもぜひご覧ください。そして3月30日土曜日東京お台場にて繊維動員のイベントをさせていただきます。はい、よろしく。ぜひ皆さん遊びに来てください。待ってます。よろしくお願いします。寺田先生のこともよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、ショーでした。ありがとうございました。え、すごい嬉しい。いや、僕嬉しくないんですけど。なんでなんかもっといいこと言ってくれるかと思って楽し結構告知ばかりしてましたよね。寺田先生のことも完全に付け加えられた感じでしたけども、はい、今日もしっかり噛んでおりますので、噛んでおりますので今後も続けていきたいと思います。安心してください。安心してください。今日も噛んでますよ。さあ今日のお料理は何ですか。はい、今日ですね、なんとごぼうと里芋を使っていくんですが、うん、皮ごといただけるレシピを考えてきましたので、ぜひ楽しみにしていてください。栄養満点レシピですね、うん、いわゆる手間が省けちゃうっていう。そうなんです。はい、はい、では早速一品目いきましょう。こちらです。はい、一品目はごぼうを使ったレシピ、こちらです。ごぼうの手羽先風唐揚げということで、もう今日ごぼうをメインにしたおかずになるお料理ですね。下ごしらえエリアで作っていきます。もう2回かけました。じゃあいきましょう、お料理スタート。まずはごぼうの下ごし、あ、早速ですがイケメンズポイント久しぶり。ごぼうの、ごぼうは皮ごと、ごぼう出してってごぼうは皮ごと使っていきます。でも大丈夫。はい、皮には栄養、風味、食感もありますので、ぜひ今日皮ごと使っていきましょう。はい、こちらカメラね、次これね、忙しいですね。大丈夫、なんか毎日テレビ出てる人とは思えないでは本当に忙しい、忙しい、行こうか、はい、じゃあ難しいんですよ。今日もごぼう洗ってありますので、皆さんね、泥を取ってから使ってください。でも皮ごとっていうのはね、ごぼうなかなか馴染みないです ね。そうなんですよ、うん、だからちょっと面倒くさいなと思っていつもあの避けて通ってきました。なるほど、はい、あとなんか皮むきたがりのとかいるじゃない、うん、もうその人との心の葛藤よね。むきたい、皮むきたい、でも今日はむかない、ね、そうなんですよ。すごい。でごぼうって結構色が変わりやすいイメージが、アクがあるイメージなんですけど、うんうん、実はそれポリフェノールで、うん、体にいい成分なので、アクも取らないで使った方がごぼうの栄養も取れるし香りもいいので、はい、はい、こんな感じ で太い部分はこう半分にちょっと切っておくとちょうどいいかもしれない。そうなんですね。でもあんまり小さくすぎない方が美味しいです。はい、ではどうぞどうぞどうぞ、先生の声すごい、ガチョウクラブみたいな天然のガチョウクラブが見られましたね、はい、でごぼうを水につけるんですが、実はこれ洗ってるのではなくて、この後衣をつけやすくするためにちょっと表面を水で濡らすって感じですね、うん、はい、つけすぎると風味が飛んでしまうので、さっと水にさっとしてください。水に濡らしておきましょう。はい、はいはい、続いて衣を作っていきます、うんうん、薄力粉にここに片栗粉を合わせて、今日食感のいい衣を作っていきます、うん、でお水を加えていきます。でポイントはちょっと手を使ってこうそぼろ状に衣をすることで、これがこうガリッとした食感でとても美味しい衣になるので、うん、まあ、これを応用して普通に鶏肉で唐揚げ作っていただいても美味しい。あ、こういう瞬間にやっぱアイドルじゃなくて料理研究家なんだガリッとした塩食感を出すためにこうそぼろ状なんだ。そうですよ、皆さん忘れないでください、はい、料理研究家だということで、そうです、こんな感じでそぼろ状にしておきます、うん、はい、ダマダマと、はい、そしたらここに今日はニンニクのすりおろしを入れます、うん、はい、そしたらちょっとね、手に匂いもついちゃうので
こんな感じ菜箸でまんべんなく行き渡らせておきましょう。もうこれで衣ができました。ではごぼうをこの衣にくぐらせていきます、うん、はい、ではいきますね。ごぼうちょっと濡れてると思います。これをこんな感じでまぶしてあげます。なるほど。でくっつかないときはちょっと手でギュッと押さえてもいいんですけど、まあ、結構くっつきやすいです。こんな感じ。はい、すごい、まだ違和感ですけど、皮付きのままってね、はい、ね、そうですね、はい、そうなんです。本当に皮付きでどん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 やっていくんですね。そうなんです。こんな感じで、はい、衣をつけておきます、うん、はい、じゃあ今日もこんな感じで作っておきましたの で、早速揚げていきましょう、うん、揚げていく、はい、はい、大体170度ぐらいの油でこんがりとしてくるまで揚げていきます、うん、今日ちょっと時間早めに揚げるために油を少し多めに使っていますが、大体 2,3 センチぐらいの油で、あ、うん、実際は少ない油でできちゃう、はい、もう少し少なくても大丈夫です、うん、いや、それ嬉しいよね。なんか油少ない方がね、はい、うん、少なくすぎるとちょっと火の通りも悪いので、まあ、ある程度あった方がいいと思います、ね、うんうん、ここまではいらないです、うん、はい、はい、これでこんがりとしてくるまで揚げていきましょう、はい、はい、少しねちょっとね、うん、揚げるのにお時間がかかるので、ちょっと余談ですね、しんちゃん話、うん、なんかポカポカ出てて嬉しかったことが、あ、そうなんですよ、毎日ポカポカの僕が歌ってるところに皆さんが、うん、来ていただけるようになってるんですけれども、うん、なんと昨日石川県の方がわざわざお台場まで来てくださいました、ありがとうございます、すごい、いや、すごく嬉しいですね、うん、なんかほっとします。なんか、何て言われたの、なんて声かけ、いや、リフレッシュ見てますよって、いや、それを言うのはもう石川県民だもんね、ドキッとしました、ドキッと、なんかでも変な、結構安心感があって、うん、昨日はいつもよりもちょっといい声が出たんじゃないかなって、もう誰か毎日誰か言ってほしいね、石川県民はね、そうですね、嬉しいです、本当に、ね、まあちょっとね距離があるんですけれども、旅行に来た際にぜひ3月までは僕いますので、うんうん、平日に毎日いるのでぜひ会いに来てください。はい、はい、ということで、じゃあタレを作っていきましょう、うん、今日僕は愛知県出身なので、うん、イメージは手羽先の唐揚げのような甘辛味の、はいね、今日ごぼうの唐揚げにしていきたいと思います、はいはい、醤油、うん、お砂糖でみりんですね、うん、はい、これをちょっと火にかけて少し煮詰めていきます。今水っぽいんですけど、このとろみが少しついてくるまでですかね。今日はカリッとした食感を残したいので、やっぱり名古屋行ったら手羽先美味しいじゃないですか、はい、みんなご家庭でやるときもこの配合でやるんですか。そうですね、割とこんな感じで作ってます。で、うん、ちょっとスパイシーじゃないですか、うんうん、仕上げに黒胡椒を振ったりとかして仕上げてます。なんかやっぱ全然なんか違う味わい感じるんですよね、名古屋で手羽先食べると ね、やっぱ美味しいですよね、うん、平井さんもね、やっぱ愛知県出身なので、はい、私も愛知出身ですけど、はい、お家で作ったことないかもしれないですなかなかね、お家で作ったりしないかもね、お店の味には勝てなくって、だからこうしてお家で作れるんだっていう風に、もうすごく不思議ですよ、うん、ありがとうございます。で、今日このタレがあればもうご飯のおかずにも合うので、お肉がなくてもごぼうだけでもすごく美味しい、ご飯のおかずができます。あ、エリさんいい感じですね。そうですね、ごぼうが上がってまいりました。ちょっと上がったのも見てください。あ、ごぼうもいい感じ、はい、いい感じです。おー、すごい、なんかへえ、こんな感じになるんだ。そうです、うん、じゃあもうこのフライパンの中に入れちゃいましょう。入れるのね。はい、お願いします。どうぞどうぞこれを絡めていきま す。このタレの香りがやっぱりそうなんですよ、名古屋駅の香りがしてきました名古屋駅ってそんな甘辛い味に香りしますそんな香ばしいんですかねすごい名古屋な感じがします。ね、丁寧に仕上がってますね、うん、では盛り付けます。あ、美味しそう。結構ね、表面もカリッとして仕上がってると思います。本当にごぼうだけですよね。ねえ、ごぼうオンリーで。オンリー。タレを一瞬タレかけたら本当に一瞬でしたね。はい、はい、この最後の残りで最後に、こっからなんですよね。ごま。あ、うん、あ、で粗挽きの黒胡椒をかけると、ちょっとね、より名古屋っぽい手羽先の味になります。奥様がいる場合はね、黒胡椒を控えていただけるといいと思います。うん、はい、こちらで完成です。カリカリごぼうの手羽先風唐揚げ完成です。はい、どうぞ皆さん召し上がってみてください。いただきます。
うん、あ、カリカリで全然皮気にならないですね。そうなんですよ。本当だ。あ、でごぼうのこの食感の良さもしっかり残ってる、うん、でも、うん、手羽先のこの甘辛さがある、あ、はい、わ、美味しい。進みますねこれ、うん、愛知県出身の平井ちゃんも懐かしい味がしましたか。本当ですね、これ名古屋ですね、愛知ですね平井家で流行らせたい、うん、あと手羽先ってこうちょっと食べるのが大変だったりしますけど、これだったらお子さんもね、家族みんなで食べやすいですね。確かに、丸、うん、ごとね、本当そうだ、はい、いただける、はい、本当にあの皮ごと食べられるレシピ、ごぼうで教えていただきました、はい、さあしんちゃん次のレシピは。続いては里芋も皮ごといただいちゃいます。里芋皮ごと、え、イケメンズキッチン。最近一皮むけた料理研究家寺田真二郎さんに今日は皮ごと食べられる、はい、手間いらずな栄養満点レシピです。はい、続いては何でしょうか。はい、続いては里芋を使った皮ごといただけるレシピです。どうぞ、うん、はい、わー美味しそう。里芋のジャーマンポテト風炒めということで、里芋ってあの煮物のイメージがあるんですけれども、ね、炒め物でもねすごく美味しいんですよね。今日は炒め物を作っていきますが、これもね皮ごといただけるレシピとなっております。はい、じゃあどんな風に皮ごといくのか、はい、早速お料理スタート。続いて早速ですが、うん、イケメンズポイン ポイント。はい、里芋も皮ごといただいていきましょう、うん、はい、ということで、はい、里芋もなんと皮にもね実は栄養がありまして、うんうん、結構剥くのがね大変だったりして、ちょっと里芋敬遠されてる方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、今日も下処理なしでお手軽に作っていきます。里芋の皮付きにはガラクタンという栄養成分、はい、ガラクタンみたいな名前ですけど、ね、なんか食物繊維が豊富なんだと。そうなんですよ、腸内環境を整えてくれる皮ですね。皮ですね。じゃあそんな面倒な皮むきが、はいはい、いらないので、ね、もう泥だけ落とすだけですね。で今日たわしがなくてもこのアルミホイルでこんな感じで、あとね、あとねごめんなさい、こう皮と、うん、はい、こんな感じヒゲも取っておくといいと思います。うんうん、すごい、アルミホイルでやるんだこれ。そうなんです。なんか昔一家に一台ね、なんかたわし必ずキッチンにあったけど、最近なくなったけど、アルミホイルでこうやって代用できるのね、はい、できます。そうですね。で今日は、うん、だいたい大きかったら6等分、まあ、普通のサイズだったら4等分ぐらいにしていくといいと思います。結構大きめの方がホクホクして美味しいので、うんうん、はい、こんな感じに切っておきます。はい、わかりました。じゃあもう1個ぐらいやっておきますか。はい、ありがとうございます。はい、で傷んでるところがあったりするときはもう覗いてくださいね、うん、承知しました。見て作ってください。エリさんがこう働いてますよね本当にこのコーナー私本当にお手伝いさんいや本当助かってますよ、ありがとうございます。カメラに見切れる姿が、いやいやいや、いつもねトークでも助けていただいて、なんか本当はこのポジション尾崎さん狙ってるらしいですよ。あ、尾崎さんあ、そうなの、尾崎ちゃんね。いやもう全然もう皆さんやばり断られてますちょっと不安なんでしょうね。いや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 、さあ切りました。はい、で里芋をちょっと火が通るの時間かかるのでラップをして電子レンジで先に加熱しておきましょう、うん、ラップをして5分加熱していきます。さあ加熱したものが、はい、こちらですね。はい、どうでしょう。あ、なんかもう透き通ってる、ね、うん、仕上がってますね。本当だ本当だ、ね、はい、でこの状態を炒めていきます。はい、フライパンに少し今日は多めのオリーブオイルを入れて皮もねちょっと香ばしく焼き上げたいので、で水気があるとちょっと跳ねちゃうので、水気がある場合はちょっとキッチンペーパーで拭いてあげるといいと思います。はい、で焼き色がつくまで炒めていきます。で下味でお塩を振っていきますね。はい、尾崎さんはねちょっと料理がなかなか苦手という情報を僕は知っているので入ってますそう、ね、はい、持っていますので、持ってますね、はい、ちょっと見どころがね、あまりにも多くなっちゃうそうですねこのコーナーのね、はい、しんちゃんより尾崎さんが目立つ可能性があるんですよね、はい、まあ、それも楽しいんですけどね。そうですね、はい、やっぱりやんわり断りました。2回目ですね、はい、こんな感じで焼き色をつけていきます。はい、じゃあエリさん、はい、やっていきましょうか。お願いします。おばちゃんに任せて、はい、焼き色がつくまでにね少し時間かかるので、あ、なんかしんちゃんにお便りとか来てませんか。はい、来てるんです。石友さん、はい、しんちゃんお帰りなさい。ありがとうございます。ただいまです。今日もポカポカじゃなくてリフレッシュに出てくれてありがとうございます。ありがとうございます。毎日ポカポカ見て応援してます。
なかなかお台場には行けないけれど、はい、いつか行きたいです、はい、毎日寒い中歌って踊って頑張ってる姿を見て、はい、石川県民も頑張ろうって思ってますいやいやいや、もう風邪ひかずに頑張ってください、はい、すごいね、ありがとうございます。こちらこそ本当にその声はもうちゃんと届いてますので、もうフジテレビに来なくても伝わってますので大丈夫ですよ。え、行かなくていいの？来ても欲しいですけど、お気持ちは届いてるので。そうですか、はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます、早くなんかライブ週末やってるのも石川県の方も来てほしいなと思うんです。イオンモールでも歌ってたりするので、うん、北陸にも早く来たいですね。いや本当に、でも紹介しきれないくらいの、ね、はい、結構お便り来てるんですよ。ありがとうございます、あ、ポッカリーノさんでもいいかな、紹介しちゃって、はい、進次郎先生がメンバーの期待に応えて滑舌カミカミになる神対応も、そんな先生をツッコミ優しくフォローするお母さんのようなカッポギ姿のエリさんと、はい、ね、いや僕もありがとうリフレッシュ、いやいやいや、こちらこそ今日もポカポカ見ますよということで、いや見るよね、ほっとします僕も、ありがとうございます、ね、いつもやばい、ほらスパルタなんかコーナー多いじゃないですか。そうね、うん、なんか怯えてるしんちゃん見るんだけど、本当に怯えてるよね。いやだからメンバーのみんなにはリフレッシュしてきてって言われてます。本当に文字通りね、そうなんです。なんで僕もちょっとリフレッシュしてるので、ね、なかなかパワフルな方が、ね、教えてくださってますもんね。はい、で戻ります、はい、はいはい、料理に戻ります。具材はウインナーと玉ねぎを使っていきます。ウインナーを半分に切って、玉ねぎは口切りに1センチ幅に切っておきます、うん、じゃあこれ入れてきますね。そしてニンニクも入れます、はい、いや本当に先月もメッセージもたくさん届いているっていう声を聞きまして、うんうんうん、僕も読ませていただいたんですけれども、すごく僕も元気をもらいました、ありがとうございます。来月も再来月もちょっとリフレッシュしに。でもなんか、はい、私もさ、寺田稽古で出た後に、うん、私金沢駅用事があって言ったら、今日寺田さんポカポカ休んで来てたわね、リフレッシュ私が言われて、そうなんですよ、立場が何なのかよくわかんないって言ってね、はい、そうですか、やっぱこんだけテレビ出たらやっぱりこれ、いやーしんちゃんとか、いや一人だとまだそこまでないんですけど、やっぱメンバー180センチぐらいあるので一緒に歩くとやっぱ目立ちますね。結構最近は指刺されることも多くなりました。いい意味で指刺されてほしい。いい意味、ごめんなさい、ちょっと失礼しました。大丈夫ですか？はい、こんな感じで玉ねぎがしんなりするまで炒めていきます、はい、では味付けしていきます、今日は鶏ガラスープの素でちょっと旨味がありますので、ちょっと味を付けしていきます。そしてカレー粉、うん、はい、これ本当に皮付きなので皆さんこう口に残ったりするんじゃないかなと、心配、確かに心配にね、うん、思う方もいらっしゃると思うんですけど、結構熱いイメージありますから ね里芋の皮、これはもう作ってみないとわからないので、ぜひ、うん、本当にもう僕は結構好きで、もう最近皮ごといただくことが増えました。うん、香りがさっきからすごくいいんですよね、すごいですよ、しっかりこっちまで届いてくるこの香りですよ ね、うん、ね、カレー粉のいい香りがします ね、うん、盛り付けていきます。ね、今までじゃがいもでこれやってたかもしれないけども、うん、里芋って里芋独特のほら粘り気とかあるじゃない、あの美味しさが、はい、あります。焼いた里芋で食べてみたいよね、これね、うん、そうなんです。でお弁当にもこう煮物じゃなくて、この炒め物をね入れても美味しいので、すごいな、あ、そうか、そうそう、買った里芋なんかお味噌汁入れたけど3個ぐらい余ったとかね、はい、ありますもんね。そうなんです。よいしょ、こんな感じで、いやすごいね、お料理できるアイドル、ね、なんかどっちが先なのか分からない。料理です、料理ですよ、料理ですよ、いつもありがとうございます。はい、はい、では最後に、パセリを散らして、はい、胡椒をちょっとアクセントで、でこれもお好みなんですけど粒マスタードをちょっと途中で味を、あ、いい、味変で、いや、いいですね、添えていただければと。粒マスタードってすごいですね。添えただけなのになんかパワーを感じます、ね、はい、こちらで完成です。里芋のジャーマンポテト風炒めです。美味しそうです。どうぞ皆さん召し上がってください。いきます。うん、里芋ホクホク、うん、あ、美味しいですね。カレーのスパイスもねよく効いてて、うん、どう、皮ごとだけど気にならないです、うん、だし、そうか、里芋でしたね。ね、じゃがいものようなこの食感の良さ出るんですね。もともと持ってるこの滑らかさというか、それも生かしつつですけれども、うん、うん、ホクホク感あります。
ね、皮気にならないんですけど、ちょっといい感じに食感のスパイスにそんな、うん、そうなんですポイントになってるかなと思って、うん、マスタードも合いますね。美味しい、うん、あいいな、私もちょっとぜひやってみたいなと思う、はい、さすがしんちゃんですね、うん、この最後にこのパセリかけたあたりがこの緑、これ生パセリですけど、これもなんか効いてる気がします ね、はい、ねアクセントになってますね、はいはい、なかなかやっぱ皮ごと食べるっていうことを、うん、多分皆さん食べたことないと思うので、ちょっと今日新しい新発見になったら嬉しく思ってます。確かに、うん、なんかズボラ料理として皮ごとっていうのもね推奨されたりしますから、はい、ぜひこれで美味しく食べてみてください、はい、さあ今日の食材はドンタクからご提供いただきました。紹介したメニューリフレッシュのホームページに掲載されています。皆さんも今日の晩ご飯にぜひ参考にしてみてください、はい、そして今日はしんちゃんポカポカ出演しませんが、はい、しませんがこの後メンバーは5人で歌いますので、うん、ぜひそちらも見てください、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、明日からまたしんちゃんのポカポカ応援してください。ありがとうございます、はい、しんちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来月会いましょう